あら、ブラッキーとヤコブじゃない。こんなところにどうして？あれからペンギンに助けてもらった後でヤコブに会ったんだよ。城に来ないかって誘われてね。よかったら君も見に来ないか？この先に僕の最新作があるんだ。最新作？何の？僕はある賢者様に頼まれて魔人に対抗する偉大な神の降臨する体をミスリルで作ったんだよ。おお、すごいじゃないか。偉大な神の手助けをするなんて、君の名は歴史に残るよ。でも魔人を倒そうなんて変なやつもいたのね。いや、僕の細工師としての腕を見込んで頼まれたんだ。人民解放軍からミスリルも取り返してきてくれたし、マテリアルって人は素晴らしい人だよ。マテリアル？あんたバカじゃない？あいつが魔人の封印を解いたのよ。え？じゃあ僕の作った体は？きっと魔人の体に使うんだわ。バレてしまったようじゃな。どこにいんのよ。姿を見せなさい。今会わなくてもこの先で会えるじゃろう。魔人の降臨する体もできたことじゃし、世界はすでにわしのものじゃ。どうしよう。ブラッキー、逃げよう。逃げるんだ。そうだな、じゃあとはよろしく。なんで私が。見つけたわよ、マテリアル。バカめ、待っていたのじゃ。ここから先は進ませんぞ。ナッツクラッカー、あとは頼んだぞ。お任せください、マテリアル様。あ、待ちなさいよ。また逃げる気？どこを見てる。お前の相手は俺だ。今度は手加減せんぞ。Thank you.
ご苦労様でした。